福知山城は丹波国天田郡福知山にあった日本の城跡。江戸時代には福知山藩の居城であった。1965年10月14日、市の史跡に指定。2017年には俗日本百名城に選定された。墨屋ラ風城郭建築、福知山市佐藤大成記念美術館現在のような縄張りは明智光秀が行った。機内を抑えた。 織田信長は、豊臣秀吉と明智光秀に中国攻めを命じた。豊臣秀吉は山陽道から進軍したのに対して、明智光秀は山陰道側より入った。丹波国を平定した明智光秀が築城し、女性の明智秀光を上司とした。現在は、福知山城公園として整備され、 天守は、三重三階の大天守と二十二階の小天守が1986年に復元された。福知山市郷土資料館の施設となっている。公園入り口には、墨ラ風城郭建築様式の福知山市佐藤大成記念美術館がある。市街地を一望する福知山盆地の中央に突き出た丘陵の先端地にあり、その地形の姿から、我流城の別名を持つ。 東から西に流れる浦川が天然の堀となっており、北側には長谷川と合流する標高40メートルの大地に築かれ展望のよくく地である。東、北、西は断崖で溶害の地でもあった。国道9号走行中や JR 福知山線の列車内から伺え、夜間はライトアップされている。また多数の桜が城周辺に植林されている。 小笠原町、清の末裔とされる、福知山地方の国人、塩見頼勝が、八幡さ山の脇に、総城城を築城したのが、始まりと言われている。塩見頼勝は後に姓を横山に改め、さらに城主はその息子である、塩見信夫妻と代替わりし、城名も横山城となる。明智光秀画像、本徳寺諸像、明智光秀は、 織田信長の命を受け丹波国政当選を開始。これに敵対したのは赤井直政、旗の修治連合軍で、清見信夫は赤井、旗の連合軍に加担していた。当初は赤井、旗の連合軍は赤井の呼び込み軍法と呼ばれる戦術で明智光秀軍を撃退したが、赤井直政が天正6年3月9日に病死、旗の修治の居城八条城が、 翌天正7年6月1日に落城、赤い名大政の居城であった黒井城も、同年8月9日に落城した。これより前に、明智光秀は、丹波国政当戦に際して、金山城を築き、矢島行部、く木久休兵、過剰矢右門らが城代となっていたが、丹波国の総当戦が開始された。同年8月20日より、用天、正春、 林やし四郎らが加わり横山城を攻めた。塩見信夫佐とその弟、塩見信勝と共同で防戦したが、敗れて自陣して死去した。また三加城の城主、枠年明も火を放たれ、攻められて敗れた。いのしの先城の城主、塩見都勝は自ら火を放ち、逃走する途中に、林やし四郎らに、川北周辺で戦死した。これを機に、 福山地方に属していた国人衆は皆、明智光秀に降伏し、福知山平定がなった。明智光秀は丹波国を平定すると、これを福知山城と改名、金星城閣へと集築し、城代には藤木権兵衛と明智秀光を置いた。天正十年六月、本能寺の変となり明智秀光は武功を立てたが、本能寺の変後は、明智秀光の父が、 福地山次郎の留守居役となっていたらしく、橋場秀吉軍が、福地山次郎を仕掛け、明智秀光の父を捕らえ、刑に連行し、同年7月2日、波田口で処刑された。明智光秀は、山崎の戦いで敗北死後に殺害された。明智光秀の在場期間は3年間だけであった。田辺城の復元に宗うや福地山城は、その後、丹波亀山城を居城とする。 橋場秀勝が上司となり、ついで、杉原家継が上司となったが病没後、小野義重勝が上司となった。豊臣秀吉の没後、関ヶ原の戦いでは、小野義重勝は西軍に属し、東軍に属していた、細川雄斎、細川忠興親子が立てこもる田辺城を攻めた。この時、細川忠興は、関東に出陣中で、細川雄斎が、留守居役で、 田辺城の戦いとなり必死に防戦した結果、道に騒ぎにこぎつけた。関ヶ原の戦いの勝敗がはっきりすると、徳川家康の許しを得て、細川忠興は、福知山城を攻め、小野義主家勝は敗れ、亀山城下の言武記船員で切腹させた。丹波国福知山社本、名古屋市放射文小僧関ヶ原の戦いの、論功交渉により福知山城に入城したのは、 有馬豊か市で、現在のような城郭や城下町はこの時代に完成した。はじめ6万国で入国したが、間もなく2万国の仮像を受け8万国の領主となった。三陰堂を抑える、幼少地にある、この城を、豊氏は、金星城郭として、改修を行い、現在に残る姿とした。しかし、現が6年12月、武功を重ねた豊氏は、 久留米藩に火蔵転望され、翌元な7年8月、岡部長森が亀山城から移る。3年後その岡部長森も大垣藩に転望すると、稲葉則道が、摂津国中島藩より移る。その稲葉則道も福知山城の城主となった24年目の1648年、宮津藩の京国高博と争いとなり、乱心し自殺したのではないかと伝わっている。 翌慶安2年2月刈谷藩から松平忠房が入部したきた。20年ほど統治したが、島原藩へ転覆する。漢文9年6月、土浦城のくつきちが入部、幕末の1869年に至る、約200年にわたりくつき氏が13代、世襲市と地域を統治した。廃藩地検後の1871年によって、廃城となり、 1873年の廃条令によって解体された。建物は払い下げとなり二の丸の大地は埋め立てられた。二の丸の建物は1887年取り払われ、建物一部の瓦は寺院や民家に使用された。二の丸の大地は削り取られ、縄文は三滝寺、西岸寺、法和寺寺、民閣寺の三門になったと伝わっており。 これらは、福知山市重要資料に指定されている。最後に残っていた二の丸の途上路付近にあった、同門版書は、1916年に天守台に移築された。1973年には、東京工業大学の藤岡道夫によって、基本設計図が描かれて、地質調査も行ったが、オイルショックの影響で天守の復元は中断された。1982年には、 塩見聖太郎市長が、天守再建の意向を示し、1983年には、調査費が計上されると、1984年には、再建規制会が発足した。一口3000円の寄付を募る、河原一枚運動などで5億円以上の寄付金を、集めた。一般寄付金1億6000万円、国庫補助1億4000万円、京都府補助230万円などを合わせて、 総事業費は8億1372万円。福知山市の一般財源にはほとんど頼っていない。1985年には商店主と続き矢倉が完成。1986年には大店主が完成し、同年11月9日に春工式を行って11月10日に開館した。2017年には日本城格協会が認定する属日本100名以に、 選定された。2020年、福知山城天守の写真が発見された。写真は不鮮明ながら、全容を確認することができ、ほぼ正しい姿で再建されていることが裏付けられた。福知山城と周辺地域の空中写真、国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成福知山城は、 明智光秀が築造後、その後多少の修築は行われたが、有馬と幼事時代に完成したものと推定されている。丘陵の最先端部の一番高いところ、標高35メートル、飛行約25メートルに本丸を置き、その西に二の丸、さらに西に宝木丸、内木丸と続く四つの連閣式城郭を形成していた。全体として、 東西約600メートル南北約150から300メートルとなっている。本来は本丸と二の丸はつながっていたが、明治時代に二の丸が削り取られてしまい、また宝木丸と内木丸間もつながっていたが、福知山線の建設に伴いそれぞれ独立給料となってしまった。その他車として北側にはサモン丸、対面丸、侍屋敷、大前丸、 南側には、潜水、倉屋敷、馬屋、高部屋、庭園などを設け、周囲に二重、三重の堀を巡らしていた。城下町としては、北方に、加治町、高野町、芋地町、五福町、京町などの町や、川沿いには、寺町、南方に侍屋敷を廃し、東北には斜めに由良川が流れ、西、南に、外堀が巡らされている。 いわゆる総構えとなっていた。稲橋時代の絵図には、本丸と二の丸の間は、空堀と橋を記している。この時代は、本丸と二の丸は分断されていたと思われているが、稲橋時代の絵図以外には見られないので、それ以外は埋められたものと考えられている。二の丸から、西の方期丸は、有馬豊氏の弟、有馬重よりの館があったところである。 本丸と二の丸にはそれぞれ5点があったが、城の中央に一式模の大きい二の丸御点が、中心施設であったと思われている。なお、現在の復元天守へ登るための通路は、本丸に移された朝、きら神社への参道として、後に作られたものあり、本来の城道は、現在住宅地として利用されている二の丸側から通じていた。以降の調査で、 天洋石材の使用や天守台周辺の藍から、3域にわたる改修が確認されており、藍機が光秀の支配機と推定されている。平面小図によると、天守は34階建ての大天守で、北側に22階階建ての小天守、南側には現存していないが櫓門を介して22階建ての岸士櫓と連結した建物があった。大天守には、 とことたなをしつらえた八条の上段の間、水流し、川や、商店主にも、とことたなをしつらえ住居施設を備えている。大店主と商店主の連結部には縁側をとって、座敷風な作りがなされている。復元体系日本の城によると、建築構成は、安土城店主を小規模にしたような形で、共通する点が多いとしており、安土城の店主との共通性を指摘している。 復興天守の建設工事に伴い、発掘調査を実施したところ、当初は単独的な形であったが後に改変付加され、規模を順次拡張していたことが明確になった。復元天守は、大天守、続き櫓、小天守が連結された形で、近世初期の暴労型である。外観は忠実に再現されているが、構造は鉄筋コンクリート造りである。 1873年の廃条例で建物や堀、石垣もかなり失われてしまい、移行としては、天守台と本丸の石垣が残されるのみとなった。石垣は、のずら積み、乱石積み、あの積みと呼ばれる、自然石をそのまま利用されている方法で積まれている。石材の加工と用い方は、のずら積み、各部の積み方は、産木積み、勾配としては、 規定部は、傾斜が緩やかでだんだん傾斜を増していき、上部はほぼ垂直になる、扇の勾配と呼ばれている。また、宝教院塔、五輪塔などの石像物が大量に使用されており、天洋石とも呼ばれている。一辺が62センチメートルと大型の石材もあり、相当の寺院や墓所を破壊して、石材を調達したことが伺われる。 点数は現在発掘調査により増加しているが、おおよそ500点で、五輪刀が約250点、法教院刀基礎が約35点となっている。種類としては、法教院刀、五輪刀のほかに、一石五輪刀、石仏、笠刀馬、石臼刀があり、これらは現在も石垣の部材として使用されている。福知山城以前の横山城時代の山城や、 その関係寺院、御岳山周辺の寺院を破却したとの伝承がある。祖石石頭を、これ頭追記寺福地山に取り入り谷と云々、さもサモアリや、今も、お役兼る所、天守大の石垣に法名を掘りたる石頭ある五輪、宇ついしおびた君。しじる、荒木より主修、谷と運殿府、丹波氏とある。これ塔とは、明智光秀のことで、荒木山にあった、宝光寺や、 公爵時から石垣に使用する石を取り集めたとある。石落としは、工場船に、工場軍が接近した場合に、門、櫓、天守などに設けてある隙間から直下の敵に向けて、攻撃を行う防御施設。石落としの幅は8寸とされ、福知山城では大天守の孤高の上、大、小天守の2階の隅に設置されており、1階が1カ所、2階が9カ所、計10カ所になる。 二階の石落としは一階の張り出した屋根で隠されている。豊か岩の日本丸、天守の東側に、豊か岩井と呼ばれている大型の井戸が残っている。この井戸は城主であった、くつきちの父、くつ田熱綱の信号を、豊か岩熱が命にちなんだものである。井戸の深さは50メートルあり、海面下7メートルに達する。高所にかかわらず、 水深37メートルもあり、現在も満々と水を叩たいたている。伝承ではこの井戸に抜け穴があり、二の丸の北側の対面小裏にあった横穴に通じていると言い伝えがある。第二次世界大戦前まで二の丸の北側に深いホラー穴があったようだが、奥が行き詰まっており氷室であったという指摘もある。1986年の天守再建に伴う、 送電線敷設工事時に偶然検出された、埋能遺物で、現在の天守台の南、本丸中央部で出土した。この地点は絵図によると、本丸御殿が建っていたところで、検出相違から、江戸時代以前の福知山城聖地前に埋能された。出土物は、以下の5件。壺の内部には、内堤中央部に鏡面を上にして、道鏡一面が置かれ、畜筆19本と、 小刀一本が立てかけられ、最後に銅線が収められていた。壺の内部に水が15センチメートル程度溜まっていたが、蓄筆は良好な状態で残っていた。福知山城の歴史は、異物の蘇生、前の状況から見ても、いわゆる備蓄線ではなく、何らかの祭祀的な色彩を強く感じるものであり、変形しているものの、地震、境図が、 祈願などの目的で埋納されたと解説している。丹波国福知山平山白絵図、国立公文書館内閣文庫所蔵、商法上絵図のうち本丸にある、現在の道家土脇番所本丸家の石垣天守から、北方向の長望法規丸跡、福知山市役所周辺にある、福知山温度は、江戸時代に出来上がった盆踊りの曲で、どっこいせ、どっこいせという特徴的なフレーズがある。 これは、福知山城の築城中に石垣を運ぶ際、このような掛け声をかけて運んでいたことに由来すると言われている。京都資料館 JR 西日本、京都丹後鉄道偶福線、福知山駅より、徒歩15分。ありがとうございます。